輪島市の市街地です。道路に泥が残っていて茶色くなっています。記録的な豪雨の発生から3日目、人的被害はこれまでに7人が死亡し、6人の安否や行方が分からなくなっていて、現場では規模を拡大して捜索活動などが続いています。重機が入れず、人海戦術で作業が進められているところも。降り始めから今日午前10時までの雨量は輪島市で500ミリを超えるなど、9月の平年値の2倍以上となっていて、14地区56箇所が孤立しているほか、断水は輪島市で3000戸以上、珠洲市で1700戸以上に上っています。元日の地震に追い打ちをかける今回の水害の復旧作業は長期化が懸念されています。